新作映画紹介シネマギークでございますけども、今回はシネマサンシャイン北島で見てきました3時間を超える長編映画バビロンです。監督と脚本はデイミアン・チャゼルということです。2014年のセッションで一躍知られる監督になりました。でその後2016年ララランドでアカデミー賞の監督賞を受賞しています。で2018年にファーストマンというあの宇宙飛行士のニール・アームストロングの物語を描いている方でございまして、この人がする、まあ、した作品というのがどれも完成度が高いということで非常にいい興味を持っている人も多かったんではないかと思います。で出演がブラッド・ピット、マーゴット・ロビー、そしてディエゴ・カルバー、これ映画アシスタントからプロデューサーになる人です。で、ジョバン・アデポということで、これトランペット奏者のシドニー役ですけど、この4人の人生を描いた群像劇になっております。でオープニングは高台にあるセレブの豪邸に像を運ぶシーンから始まる。でそのセレブのパーティーに千載一遇のチャンスを狙って参加しようとするネリー・ラロイ、これマーゴット・ロビーです。でも彼女を助ける使用人のマニー、これディエゴ・カルバです。でサイレント映画の大スタージャック・コンラッド、これブラッド・ピット、そしてバンドのトランペット奏者として参加しているのがシドニー、これジョバン・アデポですけども、この4人もそこに参加しているという状態です。で、このパーティーというのが非常に派手派手しくギトギトしくエロティックであり、そして覚醒剤やドラッグの話も出たりするんですけども、そういったパーティーの中でネリー、マーゴット・ロビーは運よく映画出演のチャンスをつかむ。でマニーは大スターのジャックの付き人のような形で映画に関わることになっていく。でシドニーは、映画会社の重役から名刺をもらうことです。このパーティーをきっかけにそれぞれの人生が大きく動き出すというのがオープニングの大きな流れになっています。で時代はサイレントからトーキーへの変わる直前のハリウッドということで、サイレントということがもしかしたら若い人には何のこっちゃなんですけども、昔の映画、大昔の映画というのは映像を映した後字幕を映した後もう一度映像が流れるというものでした。そして日本はですね、そこに、映画の内容に出てくる言葉を喋る弁士という役が仕事があったぐらいということで、そういったところがフィルムと音声を同時に撮るっていう部分っていう、以前はそういうものだったということですけども、そういった、サイレントからトーキーへ変わる直前のハリウッドっていうのは大きなうねりがあって、それがハリウッド全体を包もうとしていくというところになります。でそのうねりの変化に順応できる人とできない人、新たな声の演技に苦悩する人、新たな視点を雑談の中で見つけて這い上がる人、そして今の楽しい状況に溺れる人、それぞれの人生の歯車が少しずつずれていくというところがこの映画の見どころにもなってます。で今回あのデイミアン・チャゼルなんですけども、フェデリコ・フェリーニ監督に影響を受けたというのは公言しておりますので、その辺多分オープニングの像を登場させた部分っていうのはあのフェリーニ監督へ のリスペクトじゃないのかなと思ったりするんですけども、そういった部分も含めてトーキー時代が始まった代表的な存在としてこの映画の中に出てくるのが、名作のミュージカル映画でございます、雨に歌えばになります。そこを前面に出しておりました。でその新時代を迎えて今に至るまでの映画の映画遍歴を表すラストの直前なども雨に歌えば出てくるというところも含めて、あの映画大好き人間のデイミアン・チャゼルらしい演出に満ちた一本になっております。で黄金期の俳優、まあ、ジャックがカップしたハリウッドを永遠の都バビロンに見立てたようなテイストから、一転栄光盛衰の流れにしているシナリオっていうのは非常に引き込まれるものがありました。ただ、グロ演出、エロ演出、そしてゲロの演出、そしてドラッグ、酒、アルコールという部分をポイントポイントに出すことで、あの下品さも特徴であった時代を表している、まあ、あの直接的な表現もあるので、あれを見てドン引きする部分も確かにあるとは思うんですが、ああいった部分は らしさを見せるだけでもろに見せなくてもよかったんじゃないのかなと思うし、そういったもの演出に耐性のない人にはかなりこの映画辛い部分があるかなとは思います。でこの映画の中で非常に印象的なものの一つとして、大スターだったジャック・コンラッド・ブラッド・ピットと年配の映画評論家でゴシップ記者である会の、とある女性との会話っていうのは、元ハリウッド大スターであって往年の名優たちのレクイエムにも聞こえてくる、その辺は非常に深みのある会話劇になっております。あのシーンがあるからこの映画を短絡的に低評価にできないという部分が個人的にはあります。でブラッド・ピットも実際の年齢も60歳になろうかという年齢になっておりまして、彼もこのリアルに過去と向き合う立場、そして過去とは違う立ち位置に映画の中でもなってきてるっていうのを感じてるからこそ、あそこの演技っていうのは非常に深みがあったんじゃないのかなと思います。やはり92年リバー&スルイットで一気にこう爽やかな好青年っていう感じで注目されて、その後トゥルーロマンスであるとかインタビューウィズヴァンパイアに出て、あの日本の、まあ、女性を虜にした、ブラッド・ピットですけども、その後やっぱり95年のセブンで一気に多くの方にも認知されましたし、その後イケメン路線で行くのかなと思ったら、いきなり翌年、次の年には同じ年にトゥエルズ・モンキーズであのキッキレな演技を見せてくれるというところで、演技の幅を見せてくれた、同じ年に違う全く違う役どころで演技の幅を見せてくれたことを考えると、彼もブラッド・ピットもまだまだ現役とはいえ年齢的な体験も含めた演技になっているのかなとは思います。
そしてマーゴット・ロビー、アメリカのテレビドラマ、パンラブのローラ・キャメロン役で一気に知られたんですが、やはり最近で言うと、ハーレクイーンだと思います。個人的にはウルフ・オブ・ウォール・ストリートの方なんですけども、これ2013年の映画ですけども、その時のマーゴット・ロビーも非常に良かったですけども、なぜかインパクトが強いのは、マネーショート、2015年のアカデミー賞のマネーショートのカメオ出演している時のマーゴット・ロビーの方が非常にインパクトだったかなと思ったりします。マーゴット・ロビーが演じるはっちゃけた雰囲気の演技って非常に良かったのですし、イライラするほどのバカさ加減っていうのと、精神分裂してんじゃないのっていうぐらい、自己肯定のない女性の雰囲気っていう部分を一瞬で切り分けるっていうのは見事だったなと思います。お茶目でチャーミングでかわぶっ飛んだキャラクターっていうのはこの映画の中の一つ大きなインパクトになっているんだとは思います。でこの映画先ほども言いましたけども、映画の中でハリウッドの中でサイレントからトーキに変わるっていうところによって、さまざまな形で栄枯盛衰の流れというのが見事に描かれています。これはララランドと同じベクトル感です。で映画の流れも全くもって同じような流れなんですけども、あちらが非常に明るく楽しいメインタイトルのミュージックから始まったのに対して、こちらはどちらかというとウラララランドかブラックララランドと言ってもいいくらいのダークな部分というのが前面に押し出されております。で例えばこのダークさで言いますと、今だと絶対コンプライアンスの問題で大問題になるはずなんですけども、屋外でのロケ撮影中に事故で人が事故死をしてもすぐに誰か探せなんていうシーンが出てきたりもします。とにかくやっぱりあの時代っていうのはむちゃくちゃだったんだよという部分の演出は数々ありまして、そこは非常に行き過ぎ感もありますけども、そこを時代を切り取って描いて演出を捉えると良かったのかなと思いますし、とはいえ現代に置き換えるとやりすぎだわと捉えると非常に低評価になるという部分でいうと、やっぱり賛否両方あるというのは仕方ない部分かなと思いますし、この監督のことですが、その辺は分かってしていると思われます。それぐらいぶっ飛んだ尖った演出が随所にありますので、その辺お気をつけください。でいずれにしてもサイレントからトーキへと変化する映画界の産業革命の一部を残す意味合いとしても、この映画は価値はあると思います。ただ一方、3時間9分という長さだけはいかがなものかっていうのは正直あったと思います。デイミアン・チャゼルのですね、彼が好きな映画のオマージュを散ればいました、見てくれみたいな強烈なメッセージはガンガン伝わってくるんだけども、くどいほどに繰り返した後にラスト10分で走馬灯のように見せる演出っていうのはちょっと過剰だったのかなと思います。それまでの間にくどい演出がなくて、あの最後の10分があれば非常に良かったのかもしれないなと思います。この映画を見た後、雨に歌えばを見ると、あの作品がいかに同じようなサイレントからトーキーの移り変わりの時代を描いた名作になっているのかが逆に再認識できてしまうというのはあります。これをもう一つの流れで言うと、やはり全員チャゼル監督という部分のこだわりが強すぎた映画になっているとは思います。いずれにしても災いなるかなバビロン、その諸々の神の像は砕けて地に伏したりという言葉があります。でもここで砕けた神の像がジャック・コンラッド、ブラッド・ピットなのか、ネリー・ラロイ、マーゴット・ロビーなのか、マニー、ディエゴ・カルバ、映画資産とかプロデューサーになる人なのか、シドニー、ジョバン・アデボ、トランペット奏者の方なのか、この4人の誰が、砕ける神の像になるかというのは、ぜひ劇場のスクリーンでご覧いただけたらと思います。ということで今回はシネマサンシャイン北島で見てきました超話題作、洋画ファンからすると超ウルトラ話題作のバビロン、ご紹介しました。よかったらチャンネル登録もお願いします。